の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。豆乳紅茶。はい、というわけでニュースの味方でございます。今日お話しするのはカルロス・ゴーンさんレバノンに逃亡というお話なんですけど、まあ、この辺に関してはですね、かなり僕は語れないですよ。僕は語れないです、司法に関しても詳しくないしよくわからないので、なのでちょっと調べてみたっていう感じで、こういうふうに見るとなるほどなって思うよっていうところの要点をですね、今日は皆様にお伝えしたいかなというふうに思ってるんですけども、まずね、そもそもカルロス・ゴーンさんっていうのは何の方なのかっていうことなんですね。でカルロス・ゴーンさんは、業績が悪かった日産自動車の CEO に、就任をして十何年間、頑張っていらっしゃって、で日産をこう上昇させていった立役者の一人であると思うんですね。後継者であると思うんですよ。なぜ今回こういうふうに逮捕されているのかっていうことに関してなんですけども、この辺はね、僕もいろいろ見たけどなかなかよくわからないです。果たしてカルロス・ゴーンさんが重大な犯罪を犯しているのか、そうではないのか、グレーなのか、ちょっとわからないです。僕もグレーって言えばグレーですよね。犯罪って言えば犯罪なのかもしれないし、ニュース、テレビでやってるニュースですね。テレビでやってるニュースでは犯罪だと言っているところが多いですけど、 YouTube で、ホリエモンさんなんかが話をしてる話を聞くと、どっちとにも取れるみたいな話ですよね。多分日本人の経営陣から妬み、嫉妬、彼を出さないと、日産が良くならないとかっていうようなところの判断でこういうような、ことになってんだと思うんですよね。要するに、ルノーっていうですね、フランスのメーカーが、日産を子会社化してるんですけども、子会社の方が、日産の方が業績がいいわけですね。だからその祖国の、フランスのメーカーを支えるような形になっていると。でこれはカルロス・ゴーンを、社長 CEO から下ろさないとこの状況は一向に改善しないということで、こういうふうにこう、日産の乱というかですね、そういうのが起こってカルロス・ゴーンを追い出したというような形になるんだと思うんですけれど、お金をですね、いっぱい取ってるわけですよ、カルロス・ゴーンさんが。もっといろいろあるんですよ。いろいろ見たところいっぱいあるんですけど、すごい難しい金の流れがあって、でそれが良くないようなことで犯罪だというふうに言われて、ああいうふうになってるわけですね。でですね、じゃあなんで海外に逃げたのかっていうことなんですけども、ホリエモンさんの YouTube とか見てると、日本だとこのまま日本の裁判システムで、司法のシステムで裁かれた場合、確実に、15年20年ぐらいは出てこれないような罪になるだろうと。そうすると彼は80代、になって生きてるかどうかもわからないし、このまま日本のその牢屋の中で死ぬだろうと。で彼はそれは本望ではないと。彼はですね、多分そのホリエモンさんが言うには、重大な罪を犯したというその意識がない、もしくは重大な犯罪を犯していないっていうことなんだと思うんですよね。で海外に逃げる選択をしたわけです。でなんかホリエモンさんの YouTube とか見てると、大きな楽器ケースの中に隠れて、逃げたとか、トイレの中に隠れて逃げたとか、プライベートジェットでっていうふうに言われてますけども、どういった形を取ったかわからないけども、うまく逃げたわけですよ、とりあえず海外に。じゃあ海外に逃げるそのメリットがあったから逃げたわけではじゃないですか。メリットがあるわけですよ。じゃあそのメリットは何かっていうところの話を今日はしたいんですけども、それがですね、この内容になるんですね。それがですね、犯罪人引き渡し条約っていうことなんですね。で、要するにですね、今回の場合ですね、日本で犯罪を犯した方が海外逃亡した場合に、その出国した先の国でどういうふうな
感じになるかっていうことなんですね。で、例えばですけども、犯罪者引き渡し条約を結んでいる国、日本がですよ、結んでいる国に逃げた場合、その結んだ国で逮捕されて、引き渡し条約があるので、その国から日本に無条件というかですね、引き渡されるわけです。そうすると、日本に戻ってきて、日本の司法で裁かれて、裁判をされて、罪が決定するわけですね。だけどですね、引き渡し条約を結んでいない国、結んでいない国に逃げた場合には、結んでいない国で、もちろん犯罪者ですからね、結んでいない国で逮捕されて、そこの国でですね、日本に引き渡さないで、その国で、その国の司法で裁かれるわけですよ。例えば重大な犯罪をした場合、例えば殺人とか、そういった場合はですね、日本で裁かれても、逃げた先で逮捕されて裁かれても、罪は非常に重いと思うんですが、今回の場合、罪かどうかっていうのがグレーじゃないですか。だから日本では罪かもしれないけども、海外で、裁かれた場合には全然罪じゃないっていうこともあり得るわけです。しかもですね、不思議なことにですね、日本は犯罪人引き渡し条約を結んでいる国が爆発的に少ないです。不思議でしょうがないですね、これ見てると。なんとですね、日本と犯罪人引き渡し条約を結んでいる国は2カ国しかないです。2カ国ですよ。それがアメリカと韓国なんです。だから日本で犯罪をしてアメリカへ逃げても、アメリカで逮捕されれば日本に戻ってきます。で、日本の、司法で裁かれることになるし、韓国もそういうことです。逆に言うと、アメリカの方が日本で犯罪をして、もうアメリカに戻るわけだし、韓国に関してもそういうような条約が結ばれているということになるんですよ。犯罪人引き渡し条約を結んでいる国に逃げても意味がないわけですけども、犯罪人引き渡し協定を結んでいる国が日本は2カ国しかないので、その2カ国以外に逃げれば、逮捕されても相手の国で裁かれることになるっていうことになるわけじゃないですか。で、もちろんですね、カルロス・ゴーンさんがお逃げになられたレバノンとも結んでいません。で、レバノンは引き渡さないって言ってるので、多分引き渡さないと思うんですね。で、例えばその国際的な、その、なんていうんですかね、犯罪者が逃げたっていうような感じで思われているならば、レバノンのその当局はもし逮捕するかもしれないけど、逮捕しても多分すぐ罪になってないということで、こう釈放されたりとかすることになるんじゃないかなと思うんですね。逮捕されないかもしれないし。じゃあなんでですね、日本はこんなにね、犯罪人引き渡し条約を結んでいる国が少ないのかっていうことに関して、いろいろね、ネット情報ですよ。ネット情報で見てると、ですね、国際的には多くの国が相互に条約を締結しており、一例として、各国ともだいたい100カ国、中国や韓国も30カ国程度と、犯罪人引き渡し条約を結んでいます。ただなぜ日本が少ないかということに関して言えばですね、ここに出てる感じだとね、2つ理由が載っていますね。で、その理由についてなんですけれども、まずですね、日本は島国なので、非常にですね、出国したり入国したりっていう管理が非常に厳しいと。なので、犯罪人が出国したり入国したりすることがまず難しいっていうところがまず1個で、もう1個は日本の処罰ですね。犯罪してその刑が決まるじゃないですか。その中で死刑制度があるっていうことも大きな要因になってるって言われているみたいですね。要するに、死刑制度がある国が減ってるわけですよ。で、死刑に対して反対してる国もかなり多いわけですね。で、例えば重大な犯罪を犯した場合、日本に戻ったら多分死刑になるだろうと。で、死刑になるんだったらば、例えばですけど、死刑にすごく反対している国があって、
で日本からその例えば重大な犯罪を犯して、日本の司法で裁けばもうほとんど死刑だろうという人がその国に逃げたとします。でその国ではですね、もちろん犯罪者なんで逮捕します。逮捕するんですけども、その国では死刑制度が反対という場合、日本に送り返せば死刑になることが決定しますという場合ですね、その国では死刑制度が反対なわけだから、日本に返してしまうと死刑制度に賛成したことになる、こいつ死刑にしていいですよってことになるじゃないですか。だから日本に返さないで、その国で、重大な罪を償ってもらう、判決を出して、その国で、法で裁くと、そうすれば死刑にならないからっていうことで結んでいないっていうようなことが書かれているんですね。でもこれって本当なのかな、なんかちょっと不思議な感じがするんですよね。だって死刑に反対してるから、日本で重大な犯罪を犯して死刑になるだろうという方を、自分の国が逮捕してですよ、で日本に返したら死刑になるから、うちでは死刑は反対だから返しませんって、なんかちょっと違うかなと思うんですよね。例えばですけど、中国とかだと麻薬系の密輸系に関する罪っていうのが非常に重いんですよね。まあ、死刑になる場合が非常に多いですよ。で日本人が向こうでなんかそういう罪になって、まあ、密輸したとか、麻薬の密輸を中国にして、逮捕されて死刑になってるとかっていう例が何回かあると思うんですね。じゃあなんで日本と中国で犯罪者引き渡し条約が結ばれていないんですかね。死刑制度あるわけじゃないですか。なのに日本と中国では結ばれていないってことはですよ、死刑制度があるから犯罪者引き渡し条約が結ばれていないっていうわけではない、なんかもっとわからないですね、深いことがあるような気がするんですよね。ここに関してはいくら調べても出てこないので、何かその裏というかそういうのがあったら、まあ、僕は知りたいと思いますね。なぜ日本は2カ国しか犯罪者引き渡し条約を結ばないのか、結べないのか、結ぼうとしてないのか、それが死刑制度によるものなのか。でもなんか僕はカルロス・ゴーンさんの件に関しては逃げられちゃったと思いますね。多分日本の方では裁かれない気がします。そしてなんかそこまでですね、重大な犯罪を犯していない気がしますね。まあこの件に関しては本当によくわからないです。よくわかんないですけど、なんかこうはめられてる、ゴーンさんがはめられてる感じがするなって前から思ってました。まあこの辺に関しては皆様どういうふうに思うでしょうか。また犯罪者引き渡し条約についてちょっと分かっていただけたでしょうか。僕も非常にこの件に関して勉強して、まあ、ネットですけどなるほどなって思うことがたくさんありました。まあこういういろんな事件からですね、一個一個自分がですねいろんな知識を増やしていけたらいいなと思いますので、これからも僕がわからないニュースは、皆様にお伝えしようというふうに思っております。それでは仕事行ってまいります。さようなり。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。